おお。知ってるございます。今回のはですね、年末ぶりにコストコにね、この前行ったんですよ。そしたら年末には売ってなかったものがこの前行った時にはね売ってて、ようやくねそれが買えたんで、今回はね皆さんにねそれをねお見せしたいと思います。男の夢と言ってもね過言ではないんですよ、その商品は。まあタイトル見たらね何を買ったかっていうのはねわかるんです。今回コストコで僕が買った商品が1本の牛タンなんですよ。牛タン、それを今回は焼肉屋さんとか牛タン屋さんでもなかなか食べれない超極厚牛タンを豪快にね焼いて食らいたいと思います。焼いて食うっていう、ただそれだけの動画です。ということで早速ね今から切って焼く作業やっていきたいと思います。ねえ、まずは皆さんに牛タンをね見せたいと思います。これ1本のね牛タンっすね。 200g で2155円ですね。岐阜県のコストコで買いました。いやー、この牛タンを贅沢に食えるっていうのはねめちゃめちゃいいっすね。じゃあ早速今からね、このね、牛タンをね、切っていきたいと思います。今回は、3、4センチぐらいの、このぐらいのね、分厚い牛タンをね、切っていきたいと思います。切っていきたいと思います。血がすげえ。キッチンペーパーで血を拭き取ります。ここから行きましょう。はい、分厚さはね、こんな感じです。牛タンステーキみたいな感じにね、なってます。いやー、うまそう。この残りはね、今日1日でね、全部食べれないんで残しときたいと思います。火がね、通りにくいんで編み込みをね、入れていきたいと思います。はい、ということで切り込みがね、終わりました。いやー、いい感じっすね。なんといっても厚さですね、一番これがね、分厚いかなと思います。これね、普通の焼肉屋行っても絶対ね、この分厚さのね、牛タンはね、出てこないと思うんで、1本買った贅沢っすよ。ということで早速今からね、この牛タンをね、焼いて食べていきたいと思います。本当にこの瞬間をマジで待ってた。今回はあえてフライパンじゃなくて、こういうなんていうんですかね、ちょっとした焼肉屋さんっぽいプレートで焼いていこうかなと思います。油引きまーす。うまそう。うわー、いい音だねー。ジュー言ってる。最高。ちょっと分厚いんで焼くのがねちょっと時間かかるんですけれども、まあ、時間かけた分絶対ね美味しいと思うんでね、もうちょいだけ我慢しようかなと思います。はい、15分ぐらいね、焼き続けました。ということで、ひっくり返していきたいと思います。じゃあ、いきます。うおー、うわー、いい切り込み。最後。うおー、うまそう。これは芸術作品や。いやー、うまそう。じゃあ早速ね、食べていきたいと思います。ポッカレモン、うまそう。レモンつけて、うまっ。一口が牛タン1枚みたいな感じ、これくらい分厚いわ。うまっ。歯応えがめっちゃいい。最後これ一口一気にいきます。切り込み入れてるから、その切り込みの間にめちゃめちゃ旨味が詰まってるというか、肉汁が詰まってて、噛んだ瞬間に肉汁がジュワーって広がる感じ。うわ、うまそう。ちょっと塩コショウかけます。あー、うまい。もうこれ完全にステーキやわ、うますぎ。うん、噛み切れるわちゃんと。黒ウーロン茶、あー、うまい。あー、うまい。レモンが一番合うわ。このタンマジで歯応えがやばいから、ちょっと皆さんに聞いてほしい。いやー、うまい。ごちそうさまでした。はい、というわけで今回の動画はですね、男の夢ということで、コストコに売ってる1本のねタンをね買って、豪快にね分厚くして、これでね焼いて食べてみました。本当に美味しいんで、コストコがね近くにある人とかはぜひね買ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね、ボンボン。